加藤産業株式会社は、兵庫県西宮市松原町に本社を置く種類、食品の卸売を主要事業とする商社である。主に各種食品の卸売を専業とする。数ある、食品卸の商社群の中にあって、独立系にして、三菱食品、日本アクセス、国部グループ本社に続く、業界大手の食品卸である。同族会社であり、創業者、 加藤いよいよ32の家系が代々社長を務めている。関西に本社を置くが売り上げの比重としては首都圏の方が大きい。また、売り上げ高では冷凍食品やインスタント食品の構成比率が高い。プライベートブランド商品であるカンピーのイチゴジャムやオレンジマーマレードはイオン等の一般スーパーマーケットでも取り扱われている。また、 近年ではイタリアから、ペツロというパスタを輸入し、国内販売を行っている。かつては、250ml 入り缶飲料として、缶ピークリームソーダを販売していた。卸売業の中では、PB 商品の販売に力を入れており、それが高い利益率につながっている。グループとして、売上高1兆円を目標に掲げ、2018年に達成した。のないものは、 すべて加藤産業が公式サイトで公表しているデータからの参考。ありがとうございます。